こんにちは、スタイリストのおやです。今回の動画では、大人の春のベーシックコーデベスト3というテーマでお届けをしてみたいと思っています。4月に入って、ますます暖かい日が続いていますが、どんな着こなしすればいいのかなと迷ってる大人の男性少なくないかなと思うんですね。そこで YouTube を検索してみたものの、結構どれもトレンド感満載で、なかなか難しいなと思っている方も少なくないかなと思います。そんな大人の男性のために、今回はベーシックで使いやすいような大人 の春コーデをですね3つご紹介したいなと思っていますのでぜひ皆さんのクローゼットを開けていただいてその中で似たようなものがあればそちらを使ってやっていただきたいですしもしですね似たようなものがなければまあ、近くのお店ですねユニクロ GU グローバルワークグリーンレベルだとかまあ、そのあたりでですね今回使ったアイテムに似たようなものを買いながら春の着こなし存分に楽しんでいただきたいなと思っています今回はですね3パターンのコーディネートをご用意しているわけなんですが、まあ、それぞれ全然 シチュエーションですとかテイストが変わってきます。人によってどれがしっくりくるかは全然違うと思うんですね。ですので皆さんの気に入ったものを一つでも二つでも見つかったら僕の中ではめちゃくちゃ満足なのでぜひ気に入ったものがありましたらコメント欄でシェアをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね。なるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう はい、ということで、ここからは具体的に皆さんにですね、大人の春の定番コーデをご紹介したいなと思ってんですが、まず一つ目ですね、今着てるセットアップ、久々に引っ張り出してきましたよ。実際に着てみると、やっぱりですね、セットアップの美しさってあるなぁと実感したわけなんですね。まあ今着てるものはネイビーのセットアップなんですけども、まあ、このような定番的なアイテムこそ、大人の男性にはですね、バチッとハマりやすいかなと思いますし、着るとですね、綺麗めな雰囲気が簡単 簡単に出すすことがでできるので、まあ、改めてて良さを実感しています全然余談になるんですけども、昨日ですね、僕は断捨離をしたんですね。まあ、事務所にもめちゃくちゃ服があるので、たくさんの服を整理したわけなんですが、その中で長年着ていなかったスーツが一着あったんですね。もう本当にしっかりとした下てのもので、僕も大好きだったんですけども、なかなか着る機会がないんですね。まあスーツってやっぱりですね、ある程度着心地の良さというものは損なわれる部分があったりして、 で、それに変わる立ち位置として、今はですね、このようなネイビーのセットアップというものがビジネスシーンでもだいぶ浸透してるかなと思うんですね。ですので僕はもうスーツみたいなものは手放してネイビーのセットアップですね。実はこれだけで3パターンぐらい持ってるんですけども、まあそういったものをですね、ちょっとカジュアルめに着崩したりだとか、まあ場合によってはネクタイを締めてもですね、ネイビーのセットアップって対応することができるので、まあこれがあれば十分かなと最近は思ってるんですね。で、今回のセットアップなんですけども、ちょっと軽めの仕立てですね。 肩パッドもななくくくててすすごく薄くて楽なんですよね、まあ、このようなセットアップは結構たくさん売っていますので、まあ、ぜひ皆さんにもですね、チェックをしていただきたいなと思います、まあ。ネイビーのセットアップで上下組んで、で、この内側ですね、何を持ってくるのかっていうのは、いろいろ選択肢があります、まあ。よく最近やられるのは、白の丸首の T シャツを合わせるみたいなコーデなんですけども、これはこれで鉄板です。もう間違いのない選択で、白 T だとか、白の丸首のニットだとか、このあたりはいいと思います。 まししてて結構ベンチャー界隈のののででですすね経営者方方ととかかこのよううな着こななメディア取材に出てる方多いかなと思うんですけども、まあ、それはそれで OK として、今回は内側にですね、ストライプのバンドカラーシャツを持ってきてみました。僕はですね、シャツが好きなんですけども、その中でも真面目に見えすぎないようなストライプ柄であったりだとか、あとは襟元ですね。これがバンドカラーになっていることで、適度に着くずつことができるので、このようなものが大好きなんですね。 まあ、ようやくですね、再入荷してきた僕のブランドソーのですね、ストライプのバンドカラーシャツを着てるわけなんですが、まあ、このような形で少しアクセント的なシャツを入れてあげることで、セットアップのスタイルをカジュアル方向に持っていってあげれば、私服としても機能してくれるのかなと思っています。 まブルー系のシャツに対してネイビーのセットアップというところで色の関連性があるのですごくつながりがいいかなと思うのでこのようなコーディネートぜひ皆さんも試していただきたいなと思っていますもちろん白のバンドカラーシャツとかでも全然問題はありません先日ご紹介したユニクロの定番のですねエクストラファインコットンの白シャツがありますがこういったもので代用してもらうのもいいかもしれませんそして足元も見ていただきたいんですがまこのスタイルに対してローファーですねブラック系のローファーも合わなくないんですけど やっぱりセットアップというもの自体が結構ビジネスライクな雰囲気があるのでそこに対して革靴だとやっぱりよりですねビジネス感強めになってしまうのでここはスニーカーがいいでしょうということで白のジャーマントレーナーですねこれを合わせました、まあ、ネイビーのセットアップに対して白系のレザースニーカーこれも相性が抜群ででこちらのシャツ見てもらうと色にですね白いラインが使われているので、まあ、こういったところと白のレザースニーカーをリンクさせてあげるとですね違和感なくはまりやすい かなと思います、まあ、このような形だったら、まあ、私服の中でもちょっと綺麗めなシーンですね。例えば、奥さんだとか、彼女さんとデートに行く場面だとか、ちょっとこじゃれたレストランに行く時なんかには、セットアップのスタイルがあると、結構使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも改めてトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このような綺麗めなカジュアルからビジカジュまで使えるところの動画最近撮ってないので、4月中にはですね、グリーンレベルさんでビジカジュの特集もやりたいなと思ってますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、春の定番コーデ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回はですね、羽織物をですね、なしにして、シャツを T シャツの上に重ねて着ることで、さらりとした羽織物感覚で使うというようなコーデを組んでみました。これまた再現性めちゃくちゃ高いかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライをしていただきたいなと思ってるんですが、僕はもうシャツが大好き人間で、様々な襟型のものを持ってるんですが、先ほどのようなバンドカラーシャツというのは、結構重ね着の際、 に重宝すすすするるんんででででねねね襟襟元ががりととしてていいいのでそのののそ上にジャケットトだとかショーー丈のアウターを着てもです、ね、襟の収まりがいいんです、ね、一方で、今着ているようなレギュラーカラーシャツですね。もういわゆる普通の襟型のものなんですが、こういったシャツというのは、羽織り物感覚で1枚で着た時にすごく使い勝手が良くて、まあ、主役になってくれるようなアイテムかなと思っています。まあ、シャツにもいろんなカラーのものがあるんですが、僕はですね、大人の男性に合いやすいのは、清潔感があって、なおか お手持ちのアイテムとも相性が良いですね。ブルー系のシャツかなと思ってるんですね。 こちらもですね、ロイヤルブルーのすごく綺麗な色合いで、かなり大人の男性に似合いやすいような仕上がりになっているかなと思います。まあ、こちらのブルーシャツをメインとしながらも、内側はですね、白のプリント T シャツですね。これ最近ビューティーユースで購入したもので、僕はプリント T シャツが大好きでいろんなものを買い揃えているんですが、白ベースのものがやっぱり一番使いやすいんですね。こちらはですね、カルフォルニアの情景を切り取った写真ということで、まあ、雰囲気もすごく良くて個人的に気に入って、最近よく来ています。まあ もちろん下に着るものは無地 T シャツとかでもいいかなと思うんですが、ちょっと退屈に感じるなという方は、少しプリント入ったものですね。まあそういったものを合わせてみるのもいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、まあ上半身明るめの色でまとめてあげて、下半身はブラックで引き締めというのが、まあ一番合わせがしやすいかなと思うので、今回はこちら持ってきました。まあいろんなブラック系のボトムスを動画の中でもご紹介してきましたが、今ですね、僕の中でちょっとハマってるのは、無重視良品のですね、こちら。リッッププストップ パンツこれがですね、シルエット的にもちょうどいいので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、詳細は先日は動画を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、360度腰ゴムが入っていて着脱が楽だというのと、あとはですね、シルエットですね。 ほどよくゆとりがあって、ストンと下に向かって落ちるような、ワイド感があるんだけども、なぜかですね、そんなにやぼったく見えないですね。そんなボトムスになっていまして、シャツ自体も少しゆとりがあるものに対して、すごく相性がいいんですね。まあ以前だったら Y シルエットのような、上半身に少しゆとりを持たせて、ボトムスキュッと細くするようなスタイルですね。クロスキニーとかを履くってことも、割と少なくなかったんですが、まあ最近はですね、だいぶこう緩めのサイズ感っていうのは浸透してきてるので、 ブルーのシャツに白 T で、ブラックのパンツということで、着こなし自体はすごくベーシックなので、その中に少しだけサイズ感に今っぽさを出すと、またですね、楽しみの幅が広がるかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。で、足元はですね、白のジャーマントレーナー、先ほどと全く同じですね。まあ、定番的な着こなしになってくると、ある程度シューズの種類っていうのは限られてくるかなと思います。 と思うんですがまあ、今回はですね白のジャーマントレーナーですねまあ、これ普通のオールスタークップとかお手持ちの白系のスニーカーであれば間違いなく合いますしもうちょっとトレンド感出したいんだよなっていう時にはニューバランスのスニーカーですねそれまたですねすごく相性が良かったですのでそのあたりはお好みに合わせてカスタマイズをしていただきたいなと思っていますということで2点目の着こなしはブルー系のシャツをメインとしたラフなスタイルということでぜひトライをしていただければなと思っています はい、続いてラスト3点目の春の大人の定番コーデなんですが、今度の主役は僕ら世代には胸厚をですね、こちらーちゃんですね。まあこれはですね、やっぱり春になると着たくなるアイテムの一つかなと思っています。今着ているものはですね、ユニクロのデニムジャケットですね。色はですね、ちょっと濃いめのブルーになっていまして、価格もですね、買いやすいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんトライしていただきたいなと思います。こちらはですね、ほんと名作だと思いますね。まあ、いわゆる昔の ながらのじいじゃんよりはちょっと今のトレンド感ですねサイズ感を少し緩めにしたいだとかディティールはスッキーとさせてあるような一着でこれは使い勝手がいいかなと思うんですがまあ、どうしても丈が短いのでちょっとカジュアルすぎる印象もあるので他のアイテムで綺麗さのバランスを取ってあげると使い勝手がいいかなと思いますこの内側ですねレギュラーカラーシャツなんですが今着ているものはこれまたユニクロなんですねエクストラファインコットンのブロードシャツですねこのストライプ柄ですねまた全身ユニクロ 黒コーデででで使いたいたたので買ったんですがこのランダムなストライプの感じが個人的にはめちゃくちゃいいなぁと思ってまして上半身はブルー系でまとめましたレギュラーカラーのシャツとこのような G ジャンで竹のバランスを変えてあげるようなスタイリング僕はよく好きでこの動画の中でもよくやっていますが G ジャン短めでシャツちょっと長めこのバランスもすごく相性がいいかなと思うのでぜひ、まあ、やってみていただきたいなと思っていますちなみに G ジャンが M サイズシャツも M サイズでちょうどですね丈のバランス ですね。 この出る分量としてはちょうどいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。そしてボトムスなんですが、まあブラック系だとかホワイト系もいいんですけども、まあブラックだとちょっと重たかったりだとか、ホワイトだとめちゃくちゃ合うんですよ。ただですね、白パンやるとなかなかこれトライできないんだよとか、ちょっとハードルが高いんですって声も増えてくるので、今回はダークグレーのプレイパンツですね。これグリーンレベルのものを合わせてみました。まあこのダークグレー系のパンツってめちゃくちゃ使いやすくて、今季は とですねコーディネートの中に取り入れているんですがブラックほど重たくないし、かといってホワイトほどパキッと明るくないので、まあ、気軽にトライしやすいというところではこのような色合いすごくいいかなと思います。ただ残念ながらもう在庫がほとんど残っていないというところが最大のネックかなと思うんですが、まあ、似たようなもののですねリンクアップきますので、まあよかったらそちらを参考にしていただければなと思います。G ジャン自体はカジュアルなんですが、シャツだとかパンツに綺麗め要素があって、だけども綺麗めすぎないようなちょっとゆったりとしたサイズ感というと。 ところで今っぽさも出てるというところで、まあちょうどいいバランスになってるのかなと思います。まあこれに対して靴ですね、ニューバランスのスニーカーとかもいいんですが、今回はもう徹底して白レザースニーカーで通し切りたいと思います。まあ先ほどまでは白のジャーマントレーナーを履いていましたが、もうちょっとクリーンに見えるようなオールスタークップですね、コンバースの名作を合わせてみました。このような形で G ジゃん以外は綺麗めにまとめてあげると、すごくバランスのいい大人のコーデができるので、これもですね、結構再現性高いかなと思います。 のでぜひ皆さんも試していただければなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画では、大人の男性におすすめの、ベーシックな春コーデ参戦ということで、お届けをさせていただきました。まあ僕のようにですね、YouTuber みたいなことやってますと、ついついですね、自分が好きなファッションだとか、テイストのものをですね、皆さんにご紹介したくなってしまうんですね。そうなると、結構ニッチでマニアックな感じになりがちなので、そうじゃなくて、まあ、なるべく多くの男性が、気軽にファッションを楽しむための情報を出したいなということで、こちらのチャンネルを運営しているわけなんですね。 ですので今回は原点回帰のベーシックな路線皆さんにご紹介させていただきました。とはいえですよ、もうめちゃくちゃベーシックで全くトレンド感がないかというとそんなことはなくてどれもですね、去年ですとか今年買ったものの中でコーディネート組んでいますので今のトレンド感も程よくミックスされているものなのでぜひ、まあ、皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら春の着こなし、ベーシック軸足なんだけどもほんのりトレンド感を取り入れながら存分に楽しんでいただければなと思っています。 こちらのチャンネルではこれからもですね、メンツファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もうちょっと中級者的な内容を見たいという方もうコメント欄見てるとですね、結構多いんですね。まあそんな方のために、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを用意をしています。こちらのチャンネルでは主にベーシックな内容をお伝えしてるんですが、メンバーシップチャンネルでは中級者向けのセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、まる専門ブランドだとか、あとはちょっとマニアックなデザイナーズブランドだとか、このあたりまで網羅して皆さんにお届けをしています。 週に3本のオリジナルの動画と、週に1本のライブ配信ですね。これをやっていまして、まあ主に土曜日にライブ配信やってるんですけども、皆さんからのご質問にどんどんお答えしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。またですね、なかなか動画をゆっくり見る時間がないんだよなっていう方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな方のために、オンラインサロンっていうのもやってるんですね。こちらは主に文章だとか、写真ベースでおすすめのアイテムを最新でどんどんお伝えをしています。 僕も毎日記事を執筆していますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんも気軽にですね、質問を書いてみたいだとか、自分の買ったものだとか、コーディネートなんかについてですね、アップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってます。ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。